そして稲葉さんデザインのオリジナルシューズです。おめでとうございます。男性部門賞を受賞されました稲葉優さんでした。稲葉さんはどうぞそのままステージにお残りくださいませ。ブーツだとやっぱりこう足元が、重たくて長く歩くと大変だったりするっていうこともあったりするんですけれども、今回はこのソールの部分を、とても軽い、素材にしていただきまして、でとにかくもうこれでいっぱい歩けるぞと、でどういった服にも合わせやすい、で足元に主張もあるというデザインさせていただきました。歩きやすくて足元に主張もある、らしい靴ということですね。そうですね、はい、ありがとうございました、はい、ちゃんと数えたことは正直ないんですけど、いろんなもちろん外に入っていくものもそうですけど、芝居の稽古で使うものだったりとか、いろんなもの含めてだと50足ぐらい持ってます。その中で一番お気に入りのものって言ってたのか。お気に入り、そうですね、まあ今これをいただいたのでこれになるのかなと思います。はい、に出かけるなら、そうですね、まあ歩きやすいですけど、やっぱ街中を行くのがいいかなと。この大きな靴をね、いろんな人がちょっとこう見てくれる場所だったりとか、そういった場所だといいかなと、まあ、カフェとか行きますかね全然歩かないじゃないかって思われましたけど、はい、まあ、でも本当どこでも行けると思うので、はい、なんかいろんなところ行きたいと思います。